えー、彼女が怒りやすいです。怒るポイントは僕の歩くのが早い時、えー、お腹が空いた時、一番ひどかった思い出が、ちょっと高めの焼肉屋さんで彼女がお腹が減っていたのか、不機嫌を募らせ注文時に何食べると聞いても答えてくれず、注文できず、でからしい名前と言ったら泣きながら外へ出て行かれ、まるで振られた男のような目で周りから見られました。えー、僕は追いかけず一人で焼肉を食べました。こんな彼女をどうしたらよいですかうん。 えっと、せからしいなって言ってしまったあなたが器が小さいというふうに考えた方が良いです。要は、その、彼女は黙っていただけで、あなたに対しての攻撃はしていないんですよ。でも、あなたは彼女に対してせからしいなっていう、ある種の攻撃をしたんですよ。なので、器が小さい三心さんの方が僕はどうにかすべきだと思います。で、あの、 店員さんが来て何も注文しなかった時に、僕は店員さんに彼女に聞いてくださいってい言い方をします。あの、うちの彼女注文めちゃくちゃ遅いんですよ。あの、僕基本あの、パッと見て安い順に見て、安い順に食べたいのがあったら、その一番安いやつか、一番安いやつより二番目がいいなと思ったら二番目とかで、あの、そんなに迷わないんですよ。ただうちの彼女めちゃめちゃ食い物を決めるの時間があるんですよ。っていうのもわかってるんで、で、 僕の方を見て注文いかがですかって言われると、僕が何かしなきゃいけないっていう、僕がプレッシャー感じるじゃないですか。だから、もう自分はこれですって言った後、彼女に、あの、これを決めるんでって言って、もう、あの、アクションをすると、店員さんは彼女に対してせかし始めるのと、で、僕はもう、あの、勝手に困ればいいんじゃねえのと思って、ぼーっと見てるっていうのをやります。なので、その、困るのが自分っていう、要はその、 食べないと店員さんにプレッシャーが来るのが自分っていうのが嫌なのであれば、そのプレッシャーがその彼女というか、うん、に行くようにすればいいしで、それでなんか食べないんだったら、じゃあ食べんのやめて出ようかって言って出ればいいんじゃないかなと思いますけど。はい